DIY やっていこうと思って、ちょい入りましょう。ちょっと聞いてほしいんですけどね。どうした？忍者になって巻物取り行きたいなって思って。忍者になって巻物を取りに行きたい。ああ、かっこいいじゃないですか。やろうよ、今日だから。俺、忍者やるから、熊さん、城の門番やって。じゃあ、YouTuber やめろよ。え？じゃない、YouTuber やめろよ。今、俺らどういう時期だよ。再生数どんどん減って、それに伴っていいねの数もどんどん減って、それでも何クソって、石にしがみついてでも、YouTuber 続けていこうって、そういう努力な時期じゃねえのかよ。忍者になって巻物取りに行く時期じゃねえだろう。仲間たちが先に売れて、その背中見ながら、次こそは自分たちがって、毎日俺はそういう気持ちで臨んでんだよ。その横で相方であるお前は、忍者になって巻物取りに行きたいって考えてんのか。そもそもどういう気持ちで今回伊豆に来てんだよ。みんな本気で取りに来てんだよ。命かけて動画作ってんだよ。お前だけだよ。忍者になって巻物取りに行こうって考えてんのは。今までいろいろな理由でたくさんの YouTuber が辞めていったよ。サラリーマンになったやつ、実家の家業を継いだやつ、いろいろなやつがいたよ。だけど初めてだよ。忍者になって巻物取りに行くやつは。そもそもな、巻物取りに行くことで飯食えてる忍者なんてほんの一握りだぞ。そんな甘い仕事じゃないよ。忍者と YouTuber っていうのはな、対極の仕事なんだよ。YouTuber っていうのはありとあらゆるライバルをかき分けて、前へ前へと出ていく、そういう仕事なんだよ。お前と違ってな、忍んじゃいけねえ仕事なんだよ。忍ぶなど許されない、そういう仕事なんだよ。昔、ある中国の有名な個人にもあるな、忍者、巻物を取りたがりて相方を見ずって、昔の人はよく言ったもんだよ。お前が忍者になって巻物を取りに行くことは100歩譲ったとする。お前俺に何やれって言った？わし何やれって言った？城の門番。なんでこの年の瀬に俺が城の門番やらなきゃいけねえんだよ。城の門番やるために岐阜から伊豆に来たわけじゃねえんだよ。俺らが今日を境に解散して YouTube やめたとするよ。まあいつも見てくれてた人くらいは話題にしてくれんだろ。ああ、なんか熊さんは城の門番やって、尾崎君は忍者になって巻物取りに行ったらしいよ。誰が惜しんでくれんだよ、こんなイカれた解散をよ。もう好きにしろ。もう顔も見たくないよ。忍者になって巻物でも何でも好きに取りに行けよ。俺は一人で DIY 続けるからな。何笑ってんだ。ふざけんな、何がおかしい。合格だ。合格？お前が忍者になって巻物取りに行くって同意してたらぶん殴ってるとこだったよ。もう巻物は手に入れてんだろ。巻物？お前が毎月毎月仕上げてきてくれる設計図って巻物だよ。その巻物を解読して目指すんだろ、 YouTube 界の天守閣。なあ、うん、その天守閣から見える景色ってどんなかな。そりゃさぞ絶景だろうよ。ちげねえや。皆さん、ご覧になって分かる通り、今月は DIY 資金が底をつき、設計図が間に合いませんでした。来月は完璧な巻物お願いします。こいつは手厳しいや。それではそろそろドローンしますか。どうもありがとうございました。